こんにちは。こんにちは。ポンコツ探検隊のリーダーモズクです。そしてパッパパパパパパパン。プロデューサーのボンジェリです。はい。新人のアロエです。よろしくお願いします。頑張れ。え？何？ウサギを借りたいと思います。新人としてはそんな強そうに思えないんですけれども。バカ野郎！はい。まあね、可愛らしいと思ってるかもしれないですけどね、非常に凶暴なウサギ。ほう。大型のウサギ。でっけえ。黙ってついてこい、お前は本当にもう。え、はい、わかりました。よろしくお願いします。死んだら殺すぞ。なんか、暴論というかすごいですね。寒いです、先生。はい。寒いです。雪山でございます、今回は。あれ、新宿こっち行こう、暖かいから。そうですね。あったかい。暖かいですね。行くよ。暖かいな、確かに。暖かいな。暖かいですね。ああ、ね、風吹くと寒いですね。こちらの雪山でね、ウサギを飼いたいと。ウサギ、おいしいな。なんか思ってた歌と違いました。雪山の川なんてものはね、非常に危ないですからね。あ、落ちました。はい、皆さん。ウサギ並みの性欲を持つと噂されているモズク先生ですが、はい、ウサギって性欲強いんですか？めちゃめちゃ、知らないですか？めちゃめちゃ強いんですよ。あ、そうなんですか？コネに知識を求めていけませんね。なんでそんな、あれなんですか？コネバカ。コネバカは、性欲はすごいけど、知識はないんだね。性欲はすごいけど、発散する相手がいないから、自家発電ばっかり。その風当たりの強さは何なんですか？コネバカ、コネバカ自家発電。はい、いました、いました。え、いるんですか？あ、いた。ルルクススですね、これが。これですか？はい。でっかいですね。大きなウサギで。あのですね、耳が非常に優れてて、聴覚に非常に優れてて、はい、非常に硬いんですね、またこの。あー、ボンジー。なんで、カメラマンさん大丈夫ですか？近いですよ。すごい毛並みですよ。いい絵撮れてますね。すごい、いい絵ですね。いや、もう今にでも攻撃されると。迫力ありますね。はい。この毛が結構高く売れるんでね。皆さん、ぜひお持ち帰りいただければ。で、今ね、こう僕たちが攻撃受けたように、はいはい、こうやって滑って攻撃してくるわけですね。この子ね、昔フィギュアスケートの選手目指してたんですね。あ、なるほど。そうなんですね。はい、芸術戦ですね。そうです、そうです。芸術戦ですねってどういうことですか？この番組でこけたらもう次ないと思ってください。ああ、そうですか。はい、クソみたいなコメントしたら全部突っ込んできますからね。ああ、なんか強そうですね。あ、転がってきましたよ。はい、転がりもあるんですね。ミルタンクに憧れた時期もあったと。ミルタンクとフィギュアスケート。はい、ですけど、フィギュアスケートってやっぱりお金がかかるじゃないですか。はいはい。だからちょっとそこのね、実力はあったんですけど、金銭面で断念をしてしまったと。かわいそうな子なんですよ。コネウサギにならなかったですね。はい、コネウサギじゃなかったですね。いやー、これはでもウルクススさんからしたら、そのコネバが、はい、自家発電コネバがもう恨みの対象です。ああ、なるほど。結構アロエさんに対しての攻撃、風当たり非常に強いと思います。ちょっとザバスが来ました。あれ、これはどなたなんですか？ドスバギーのお金持ちです。またお金持ちですか？はい、僕の仲間ですね。彼はね、どちらかというとこうね、ちゃんとね、お金をね、支払ってやりたいことをやれたタイプなんでね。じゃあ僕はその、コネ、こいつはコネなんですか？コネ、そいつもコネですね。こいつもコネ、はい、コネでいきます。世の中は金。すごいダメージです。いや、資本主義の縮図を今皆様にね、お届けしているわけでございまして、一発100ダメですよ、これが。いやー、やっぱ金の力です。金の力。いやー、お金の力ですね。よし、食らわせてやるぞ。あ、いいですね。じゃあこの子ですね、雪玉遊びが好きでですね。リンゴですか？いや、違います。何をかけてきないですか？何でもかんでもそういう解釈やめてください。あとですね、この子先ほど聴覚に非常に優れてると、はい、言いましたよね。なんでですね、音爆弾、こちらが非常に有効です。音爆弾ですか？はい、音爆弾ですか？音爆弾です。大きい声出すとこの子震え上がっちゃいます。全部マイクに入りました。今のもどうですか？あんま聞いてない感じが。ちょっとね、ピッチが足りなかったというか。あー、なるほど。あ、いいですよ、私は聞いてますね。聞いてますよ。尻餅ついちゃってますね。ああ、よかったです。はい、僕も今ちょっと尻餅ついちゃいました。新宿どうだった今？一言でならマジでうるさかったです。新宿も一回音爆弾やってく？あ、そうです。あ、いいですか？はい。ああ、うるせえなこいつ。この威嚇のポーズは何を示しているんでしょう？これ熊に憧れた。結構いろんな憧れがあるんですかね。わなみな感じなんですよ。そうなんですよ。ただ熊になりたいいかにかしてもう金とかじゃなくないですか？いや、もう無理なんですよね。かわいそうですけども。結構ミーハーなところあるんですかね。怖いものにね、こうなりたいという。この子ですね、あと食べ物の雑食性でですね。あ、そうなんですか。はい、
キノコとか結構食べるんですよ。あ、そうなんですか。はい、インゴですか。いや、それもなんかまごうことなきインゴじゃないですか。どうですか、新人くん、今日ここまでの手応えは。かなりありますね。どの辺が特にいいですか、今回。なんか勝ってる感があります。やっぱ弱いものをいじめるのは最高ですね。あー、はい。なんか、なんですかね、もちろん具体性の。そうですよね、そう、分かった、具体性がないんですね。あ、これだから、これ場が自家発電だから。でもこの怪我がですね、本当に。ああ、すごいです。今のうまっ。いい立ち回りですね。かなりうまい立ち回りですね。今リプレイ出してみてください。リプレイ入ります。はい。はい。ああ、こうなってるんですね。あとね、この、なんかね、皆さんもね、気をつけてくださいね。ああ、これキャンプ場とかにも現れたりするんですか。ああ、全然出ますね。雑食なんで。ああ、そうです。匂いによってきますよ。怖いですね、それは。あ、すごい滑っていきました。あと、たまにですね、薪ストーブ当たってます、ここ。もしじゃあ登山道とかで出会っちゃったらどうします。結構名刺交換とかしてご挨拶大事なんでね。よろしくお願いします。はい、挨拶をすればある程度のね、やっぱ礼儀確認をしたら聞いてくれたりするんで、そういった意味僕が一番危ないんですね。気にしないですもんね。はい、です、だいぶ自覚ですか。モンハン大学っていうのも空想のね、あおらしいですもん。一気に世界観を崩れるのやめてください。今まで作り上げてこの、モンハン大学の入試ってどんな問題が。あ、基本的には資料と、はい、あと実技もございます。あ、資料と実技って一緒じゃないですか。資料知識と実技。だからバカでも入れるってことですよね。体力全振りみたいなのもありますよね。大学っちゃ大学なんですけども、言うならば専門と同じですね。あ、なるほどなるほど。はい、やっぱり問題出るとハンターになられる方が多いんですか。あ、意外とね、企業勤めが多いですね。あ、そうなんだ。へ、はい、そうなんです。なかなかね、ハンターはね、給料がよろしくないというか。あ、そうなんです。労働に対しての対価が低いんですね。不合性ですか。確かに、怪我だったり骨だったり、はいはい、そういったものを持ち帰れるかによってもう給料決まっちゃうんでね。で、命もね、張ってるんで、なかなかなる方いないんですよ。だから今、人手不足で困ってるんですよね。ね、新人君も今、就活中でしょ。就活ですよ、はい。もう、もうハンターの道なんで。いや、ちょっとやめとこうかなって思います。今、インターン受けてる最中なんですけど。へ、どこ行ったの。はい、僕は、普通にパイロットとかになりたいですね。パイロットね。はい、なんか、なんだろう、高収入で楽しい、かっこいい仕事がいいかなと思います。もう無理ですか。無理ですか。え、でも、骨を使えばいけるんじゃないですかね。いや、ちょっと甘いね、やっぱり蜂蜜農家なだけあって。甘いが甘い。特定の大学を出られた。やめろ。そいつに甘いなんて言われたのかね。あ、もうこれそろそろですか。そろそろですね。一つこう、爆弾でもお願いしますか、これ。爆弾って何ですか。音爆弾ですね。そんなものが、はい、いいですね。あ、あ、お、なんか乗りました。3体いますね、今。お、唐揚げと、こっちにも乗りたい、唐揚げにも。バギーと、唐揚げ乗りたいね。バギーの名前何でしたっけ。バギーまだ名前ついてない、ね、名前ついてないです。うん、じゃあ見知らぬ何かと。はい、謎のバギーですね。うわ、サンスクリ、これ先生どういう状況なんですか。いや、非常に貴重なシーンでありましてですね、はい、この唐揚げを狙った取り合い。あ、唐揚げの取り合いです今。なるほど、はい、なんか燃えてますけど、なんか誰か、燃えてますけど誰か。燃えてますよ、このウサギさん。焼きウサギです。焼きウサギ。今度こう眠るよと。ウサギのローストですね。人生を今非常に早く生きてますね、ウサギは。あ、唐揚げ出ました、これ。あ、唐揚げ、あ、唐揚げ出ましたね。唐揚げ出ましたよ。はい、今仕込みの寝かせですよ、今漬けダレに使ってます今。結構ね、この雪玉本当に至る所に落ちてるんで。はいはい。まあね、有効活用できたら本当にいいんですけどね、なかなかね、ただ雪玉なんでね。でもうまいことかき氷とかにはできないんですか。そうですね。あー、あー、やりました。あ、やったです。あの、達成する時にそういうね、なんかオラーとか行くぞとか、そう、そうなの欲しいですね。なんかかき氷、うん、どうでもいいっすよ。架空の大学、本当にさ、架空の大学関係ねえだろ。はい、ということで、はい、雪山からね、帰還しましたが、はい、ウルクスス、あれ、ウルクススで合ってる？ウルクススですね。ウルクススをね、無事手に入れたんで、今からウサギ鍋しましょうか。ウサギ鍋ですね。どうでした？この初めての雪山は。
寒かったですね、やっぱり。あ、そうなんですよね。やっぱ雪あんなに積もっちゃうとね、なかなか動きも辛いですし。うん、新宿はどうだった？改めてハンターの仕事過酷だなって思いました。ああいうとこもね、全然行かなきゃいけないですし、逆もありますからね、暑いところも。あ、暑いところもあるんですか？あります、砂漠みたいなところもあるんでね。だからね、そういった甘い考えだとやっぱね、蜂蜜のように甘い考えだとダメだよ。言い直したんですか今。思わず一歩前に出ましたね。まあ次もね、バンバン勝っていきたいなと思うんでね。まあじゃあ次回。はい、次回。次回ちょっとあの、緊急クエスト、玉三つ目が待ってるんで。あ、玉三つ目行きましょうよ。はい。またね。はい。